もし明日地球最後の日が来るとしたら誰と一緒にいたいかな。おいやめろ。俺は渦巻きナルト、未来のほかげだってばよ。大丈夫？またまた。ひなた、お前みたいなやつって結構好きだってばよ。何年間もずっとあなたを見てきた。なんでかな。ナルト君を守るために死ぬことなんて怖くない。ひなた、俺に捕まれ。話すんじゃねえぞ。私はナルト君が大好きだから。心よ燃えよ、魂よ吠えよ、父さん今こそ八門遁甲の陣、最強と呼んでやる。自分の大切なものを死んでも守り抜くとき。両天輪の大向きが戦場を制してやろう。ウサギちゃん、おとなしく待ってろよ。せや。新年明けましておめでとうだに。かわいいだろうこれ。あっちゃん、スーパーフラットだ。新年明けましておめでとう。フラザー、準備はいいか。いいえ、やるぞ。逃がしはせんぞ。遅い。行け、そう。逃げてみな。俺の快速で当たらん。火を見て森を見て、集合しろ。脆いな。口寄せの術。俺の願いを誰にも邪魔させぬ。痛みを知れ。勝ち切ってやる。やれ、ナルト。頼むぜ。お前とわしのチャクラをくっつけろ。行くぜ、クラマ。今はもう化け物じゃねえ。おめえはこの葉隠れの俺とコンビニクラマだ。おらあたまクラマ。俺とクラマの最強コンビは誰にも屈しはしねえ。そろそろと嗅ぎ回ってる身が、ここで果てよ。
branch. Be water, my friend.太陽が月に隠れ、金環日食の禍々しい光が地上を照らすとき、お久しぶり、畑かかし。さあ、おいで。聞こえねえのか、かかし先生。それがかかし先生の火の意志だ。覚悟しろ、私に取り込まれるのだ。さあ、カカシ、私と合成合心し、完全体となるのだ。いいね。それ、行くぞ。遅れんな。やっと追いついた。それ、これで。力を解放するとき、私はもう昔の私じゃない。心配するな、痛みを感じるものないさ。Or I can crash.
Be water, my friend. お前は俺のことをずっと許さなくていい。愚かなる弟よ。この絵を描いた。いやめ、憎め。だが、サスケ。
お前がこれからどうなろうと。俺はお前をずっと愛している。お前の兄として生きることができて俺は幸せだったよ。許せサスケ、これで最後だ。俺の未来に乾杯。カモンチェケラッチョ。ウィーウィーオーケー、気分いいぜ。ワンモアタイムベイベー。俺は一人じゃない、だから俺は負けない。この里は俺が守る。さあ、お前を見極めよう。妙だな、まるで手応えがない。本気を出してやろう。行こうか。みんな行くよ。よし、ここだ。こっちだよ。かかったね。遅い。今はとどめだ。その程度ではまだまだ俺には届かないよ。もういいだろう、カカシ。そろそろクズカゴの中に退場してもらう。よし、真にかっこいいとこ見せてやる。この戦いはお前の勝ちでいい。戦争の勝ちはいいぞ。お前たちごときにこの俺は止められん。さあ、お前にこれを止められるか。一筋縄じゃいかねえな。さあ、来い。逃がさねえ。この全力の一撃を受けてみろ。分かっていたことよ、こうなることは。我らが道の前に、私には明確な目的がある。それなら見せてあげるわ。今はただ光のため、己の全てをかけ、今こそ神の力を。天使降臨。私にも守るべきものがある。彼岸に咲き誇っているのは心の祝願。俺の命令でこのさすらいの地に生まれ変わった武士、
お前は他人に期待し、他人の助けになりながら一生を過ごした。そのとげなかった志は遥か遠くにあった。風がなければ長い旅ができない、この蝶のようだった。お前はこの彼岸花の契約を通じて神の使者になり、この廃墟で漂白武士の平和への架け橋になりたいのか。この真珠を植えることこそが武士が戦乱と紛争に苦しんでいる起源だ。誰が誰の救世主になるのか、どんな姿で現れるのか。神の使者コナン、彼の腹心の部下になれ。誇り高き尖閣は過去の全てを支配する。ただ一つの目的のために私は戦う。神聖の暁は倒せる人はいない。日が昇ることを止められる人がいないように。今の俺の目には見えている。自分が進むべき本当の道が。第7班、ここに復活だってばよ。青田、行け。一気に行くわ。オッケー。破壊し、そして作り直す。あんたの意志を無にはしない。里も内派もどちらも守る。せや、一気に行く。前進があるのに。まだまだ。カトン、応戦下の術。車輪が真の力を見せてやる。佐野、なんだこいつ。ウチハ最強の座は簡単には渡せねえな。ネジ、なんで。もう俺は父様、やっと分かったよ。仲間を守るために死を選んだ。落ち込まれだと言われたけど。父様の自由の気持ちが。なんでだってばよ。お前に天才だと言われたからだ。カゴの中の鳥でも高く飛ぶことができる。限定作り英雄ってなんだよ一体。なんで、うん、メンマ、父ちゃんと母ちゃんが生きてる。では始めるか。かかってこい。暁が味方かよ。
俺はメンマじゃねえ、ナルトだ。ただいま。おかえり、ナルト。友であろうと、兄弟であろうと、我が子であろうと、里にあだなす者は許さん。行くぞ。お前は俺の友だ。里の名前、何か案あるか。この花暮れの里ってどうだ。俺は里を守る。まさか。よく踊る。だが踏み込みがまだ浅い。江戸天聖来い。一緒に来い。の意味だ。少しは楽しませてくれよ。チャリごときが。スサノオ、この人たちは神羅万象を砕く力を持つ。こっちは楽しそうだな、オビト。珍しいじゃねえかよ、キュービー。お前の方から話しかけてくるなんてよ。暇つぶしに話でもするか。わしは憎しみの塊だった。お前の中に封印された後、その憎しみは消えることも受け止められることもなかった。お前を食い殺したい。この門が開かぬ。忌々しい封印だ。こら、アホギツネ。俺の体に止めてやってんだから、家賃としてお前のチャクラを貸しやがれ。お前は弱いな、小僧。感謝するんだな、このわしに。やっとできたつながりを断ち切られないよ。すべてを壊せ。苦しむ者すべてをなくせ。わからねえ、俺ってばどうすりゃいい。誰か助けてくれ。お前の心をすべてわしに預ける。そうすれば苦しみからお前を救ってやる。4代目。なんで息子の俺にキュービなんか封印したんだってばよ。お前ならこの力を使いこなすと信じているから。貴様、その力どこか。ごめんね、私たちの重荷を背負わせてしまう。謝らねえでくれよ。俺の器にもキュービより先に愛情が入ってるって分かったから。だから俺も幸せだ。なあキュービー、俺はな、いつかおめえの中の憎しみをどうにかしてやりてえと思ってる。お前は他の奴らと違う。わしたち美獣のために本気で何かしてやりてえと本心で思っていた。今はもう化け狐じゃねえ。おめえはこの花隠れの俺とコンビのクラマだ。行くぜ、クラマ！お前も舞うか？天涯神聖！サノオ完成体！Yeah!
前方無期転生、前方迫撃の術。竜へと昇華したんだよ。神羅転生。芝生転生。君の体はいい実験体になりそうだ。行くぞ。いよいよ始まるぞ。口寄せ江戸魔像。もはや一瞬で決まる。来たよみんな。これで分かりました。私には絶対に勝てない。私はもう昔の私じゃない。俺は一人じゃない。だから俺は負けない。一軍予想通りだ。早めに奴を仕留めなくては。了解。おかげの力だ。これは何事だ。
な存在だ。俺たちは最強のタッグだ。出るぞ。この一撃で蹴りだ。火影として、忍者として、俺は里を守る。もう大丈夫、しっかりね。行くよ、一気に決めてしまおう。すぐに戻ってくるよ。ふい、依頼者ニノなんだよ。四代目火影の力を見せてやる。青き瞳の少年。まだ先だ。お前がその全てを失うのは。変われ小僧。見せてやろう、我が一族のやり方を。うせろ、サスケ、任せろ。止まって見える。はっと、もらった。貴様。我には貴様の運命はよく見える。言ったで、二度目はない。貴様、我の存在を感じるか、人の子よ。我は大筒木桃式だぞ。